千原がかけて、陶器と泉谷が後ろから抜け出る予想。さすがに泉谷が頭とまではいかないだろうが、もしかしたらあるかも。それも期待して折り返す。鏡は4番手で車間を切って、さあどこで動いてくるか。ジャンの3コーナーに入っています。先頭様の千原博之、さあ千原のペースに持ち込めるかどうか。岩名鏡は現在4番手ですが、千原が思い切りかけても後ろの2人が離れることはないだろうから、ここは千原に思い切り行ってほしいところ。そのためにも鏡が攻めてくれないと。岩名鏡聡、さあ足を貯めてまくれるかどうか。まだ4番手、2コーナーからバックにあります。先頭は逃げる3番の千原博之。岩名鏡はまだ動きません。最終3コーナー逃げる。全く鏡に動く気配なし。あとは千原がどこまで粘るか。2着には残りそう。邪魔な2コーナーです。先頭1番の村瀬山とまだ後ろ見ています。4番の渋川は5番手で動けない体勢。ジャンの3コーナーに入っています。先頭1番の村瀬山と前かからさあ突っ張っての先行ですが、4番の渋川が3コーナーからスパートです。さあしっかり合わせる1番の村瀬山と3番の岡田がしっかりと続いて、2番の藤光健一がさあ強引にこのラインの本線3番で切り込んできました。切り込んで4番の渋川は3番手で迎え入れています。1コーナーから2コーナー、先頭は突っ張った1番村瀬山と村瀬の先行、2番手様の岡田大門、4番の渋川は3番手で食い込んできて、2番の藤光健一は迎え入れて4番手。最終3コーナーです。逃げる1番の村瀬、車間を切る3番の岡田大門、あとは4番の渋川の体勢で4コーナーから直線です。先頭1番の村瀬山と番手様の岡田ですが、1番の村瀬山とそのまま押し切るかどうか。3番岡田詰めて、力的に互角の要素を近況で判断し、磯川は長いにかける。ただし3番手の吉田は落車明けでもあり、人気ほど信用できず。3着には相手の谷口、麻酔、落ち合いも入れてみる。仕掛けどころを伺っていますが、ジャン4コーナーに入ってきました。先頭に見ました谷口明政、さらにピース上げて先行体制です。2番手は5番の麻酔元、まくりになったら吉田はきついのでは。まくれるか一抹の不安はあるが、いい展開なのではないだろうか。あとは磯川がまくるだけ。先頭2番の谷口明政、谷口の先行、これ1番の磯川勝弘、豪快にまくり去っていった。4番の永井優斗が続いて、東京の2人が抜け出しました。一騎打ちか。4コーナーから直線、先頭1番の磯川勝弘、マーク4番の永井優斗ですが、1番の磯川押し切ってゴールです。後方の6番手、2対1対2対2、2コーナー回ってバックです。5番の村田瑞樹を抑えて先行体制、新田康人は4番手、ジャン6番手から動いていきます。1番の下岡翔也、下岡翔也が動いていきました。マークは4番勝谷勝春、ジャン2センターから4コーナー一気にかまし切って先行体制。1番の下岡翔也最終周回、地元勢の3番手に抜け目なく7番の新田康人が追い上げてくる。2コーナー回ってバックへと入っていきます。先行1番の下岡翔也、新田がそのまままくっていきました。新田まくって下岡の先行をまくり切りました。新田まくり切って切り替える4番の勝谷勝春、その後ろ5番の村田瑞樹3番手。4コーナー回って直線です。まくった7番の新田康人、7番新田、新田が振り切ったか。4番チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この中では一番若い堺を中心にラインの子が松木も、松木は地元だし来てくれたら嬉しいなくらいの感じで、3着には相手の中川、浅沼も加えて引いた1番の堺4番手、そのマーク2番の小賀に6番の松木、さあ前とやや車間開けています。4番手の1番の堺です。各選手ホームへ帰りまして、まもなくラスト1周、3番の中川先行策です。さあ対する1番の坂井は、浅沼が若干間を空けているのが気になるが、坂井が早めにスパート、下はいいが、なんか諦めたのか一息入れたのか中途半端な攻めで、1番の坂井、そして2番の小賀、その後追走するが少し阻まれた。さあ1番の坂井まくり切っていますが、その後は4番の浅沼を追っています。4コーナー回って直線コース、1番の坂井弘明が押し切って2着4番3着5番。先頭様の前方正美、前方が3人で先制しています。4番の町田勝氏は足を貯めて4番手、ジャンの3コーナーに入っています。3番の前方はこのまま先行か、ペースに持ち込めるかどうか。4番の町田勝氏は4番手、
足を止めて、さあどこで仕掛けてくるか。レーサー最終周回に入っていきます。さあさらにペースを上げて、様の前方まさみの先行です。前方のペースか。2番の栗原俊樹2番手、5番の渋江洋平3番手、4番の町田勝志は4番手のままで2コーナーからバックに入ります。逃げる3番の前方、4番手から4番の町田勝志、さあ今日足を止めての一発、3番手から2番手、さあ鋭く迫ってくる。逃げる3番の前方、松見踏ん張っていますが、4番の町田が捉え切るか。4コーナーから直線です。先頭を変わってくるか。4番の町田インコース踏ん張る3番の前方、4番の町田が抜け出してゴールです。勝ったのは4番。里見の力が抜けていて、軸は里見ですんなり決まった。相手も後ろの青山で素直に決まるかなとは思ったが、あまりにも青山の近況がひどく、岩田との線も抑えておく。さあ叩き切って主導権を握っていきます。4番の岩田幸久、5番の滝口和弘、ラインの3人が出切りました。1番の里見光平はちょっと足を使って4番手になりました。3番の大川ウィザー最高峰でレーサー最終の1コーナーに入っていきます。余裕で構えすぎなのか、さすがにそんなに間を空ける必要があるのか。それでは届かない可能性もあるし、青山がついてこれなくなることも。逃げる2番の鏡聡、4番の岩田が絶好か。5番の滝口和弘3番手、里見が盛り返してきて3番手に接近しています。4コーナーから直線、先頭2番の鏡聡、鏡は先頭、さあ押し切るか。1番の里見突っ込んできますが、鏡が里見か。近況からも、トリューから長崎の二人で仕方なさそうで、松木が地元の意地を見せるかもだが、その確率は低そう。トリューが抜けての足立と中野がトリューに迫ってゴール。同じ長崎3番中野。今ダッシュを迎えて3コーナー。1番のトリュー先頭です。さあ4番の藤野は5番手、そこから発進です。各選手ホームへ帰ってきました。レースは残り1周に入ります。先にわざと行かせたのかってくらいあまりにも余裕でかわされていったんだが、大丈夫か。4番5番と東の2社かまし決まりまして、3番手やや車間があって1番のトリュー懸命に追っていく。そのマークは6番の松木、その外2番の足立が前踏んでいこうとする。3コーナーカーブ、依然先頭は4番の藤野、その後ろ5番の斉藤、3番手から1番のトリューが追い込みを見せる。追ってますのは2番足立、4番の藤野先頭で帰ってくる。5番の斉藤がゴール前かわしまして1着。そしてうちには4番、中川と原田のどちらを取るか、どちらも力的にも近況を見ても差はない。だったら一人多い三者の方で、単純ではあるが、中川と滝野の群馬コンビのワンツー期待。原田が一番前です。さあ誘導対比、4コーナーからホームストレッチ。2番の原田がこのままかけてきます。番手は5番の川添、センテライン追走は1番の浜口、現在3番。やっぱりこうなると前に4人いるしきついな。それでもいけると願いはするけども。3番の滝野、7番清水を続きます。後方から関東勢まくっています。そして3番手から1番の浜口も縦踏んできました。2番手外、そして内側からは3番の滝野が攻め込んできます。2番の原田、その外1番の浜口、最終コーナー待ってきました。1番の浜口が先頭に立っている。外から4番の中川が最後ゴール前。Thank you.